日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の枠組み、クアッドの首脳会議が行われ岸田総理大臣は力による一方的な現状変更はいかなる地域でも許してはならないと確認ししたた。と語りましたインドも含めた4カ国の首脳間で法の支配や主権や労働の領土の一体性等の,この諸原則の重要性を再確認することができた。 ウクライナ侵攻をめぐり4カ国は懸念を表明すると確認しました岸田総理はインドがロシアと伝統的な友好関係を保ってきたことを念頭に立場の違いがあっても世界に一致したメッセージを発することができた意味は大変大きいと述べましたまた東シナ海や南シナ海での一方的な現状変更の試みへの深刻な懸念やミャンマー情勢への対応なども議論しました ただ、会議の成果文書でロシアや中国を名指しして批判した部分はなく、岸田総理はクアッドの議論は特定の国を対象にしたものではないと述べるにとどめました。このほか、インド太平洋地域の途上国に対し、クアッドから5年間で500億ドル以上の支援や投資を目指すことや、4カ国の衛星データを提供し、防災などに活用してもらう仕組みを創設することが決まりました。 クアッドの共同声明では直接の名指しは避けたものの中国を念頭に置いたとみられる内容も盛り込まれました東シナ海や南シナ海での海洋秩序に対する挑戦に対抗現状を変更し地域の緊張を高めようとする威圧的、挑発的または一方的な行動に強く反対するなどとしています注目された台湾に対する言及はありませんでしたメアさんこれはどのようにご覧になりますか うん、その言及しなかったけどあの昨日の,あの話し合いがあってとかその台湾の、のこれみんな中国に対するの,あの話でみんな明確に分かっているあのはっきり言わなくてもでも昨日、バイデン大統領がその台湾海峡の有事があればあのアメリカが軍事的に関与する方は、はい、そうしましょうと約束しているから。それは本当は アメリカの今までの政策の変更ではないなぜかというとアメリカの台湾の方によると台湾が防衛できるようにいろいろな武器とあの装備を供給します提供しますという義務がある法律上それを台湾が中国に攻撃されたら あの供給量は海と空しかないウクライナと違ってウクライナは同,同じことをやっている納豆とメルケル一緒にいろいろ武器を供給するのもそれは供給量は納豆から直接できるように陸上でッ、はい、シアは防ぐことはできない台湾はシームだから供給量は空であの米軍の,あの輸送機を使って供給すると海で米軍 軍の貨物船供給使って供給する。それ軍事介入の定義に入ってます。それは当たり前になくと。うん、でもは,はっきり言うとそうしよう。としたは、中国は多分台湾の封鎖しようとしたら、それでアメリカと中国の直接の軍事的な衝突が不可避だ と思いますあのそれを明確することはあんまり大統領今までの大統領は言わないんだけど今回の発言では私の,の常識を明確したというこ,とですこれを押さえ直すとですね、まあ、今昨日この記者から台湾防衛のために軍事関与する用意はあるかと聞かれて、まあ、イエスと答えたそれが我々の約束だと。 でこういう発言はこれ,からこれまでも、まあ、あの大きなものでも同様の発言は3回目ということでもうハプニングじゃないんじゃないかという話もありますで今日はあのもう1回記者から確認をされてあの一応、バイデン大統領は昨日,の昨日発言した通りだとで台湾政策に変更はないという答え方をしたとでこの変更はないんだけれどもメアさんが今おっしゃったのは この台湾との,この法律を考えたときに当然、少なくとも武器だとかそういうものは空か海から供給して支援するわけですね。でその形を取る場合に当然、衝突になっていくのは不可避だとそういうことですかそううですもししし中国が封鎖しようとしたら、うん 多分そのアメリカ中国がアメリカの台湾への供給ただ見るわけないと思います、うん、現実的に考えると,と,こと。ということは結果としてその軍事関与する用意はあるかイエスと言ったというのは、まあ、そのバイデン氏からするとその筋筋通りそれはあのイエスなんだという例えばその軍事関与という意味が幅広いでしょ武器を供給すること自体は。 あの軍事的な関与です中国の目から見ると、はい、るそれ国,あの国際法の上から見ると同じことです。 そうするとその何かこう歴史的に何かを転換したというよりもこれまで通りの今回、明確した理由は多分中国が誤解しないように、うんうん、ウクライナの事情を見ている中国、うんはい、じゃあ、アメリカは関与しないと思うんだったら危ない状況になるから、うんうん、じゃあ明確にした方がいいと私は考えています、うんうん、その中国が誤解したらあのじゃあ、ロシアでアメリカは戦わないから台湾でも何もやらない。 と思うんだったたらら不,不安定になるから明確した理由つだと思います大体同じような話になるかもしれませんがまず3回も言い間違えるわけがないのでもうこれは、えー、確実に意図して発言しているし、うんはい、ホワイトハウスがいや政策が変わってないよというのも含めてこれはちゃんと 間違った発言ではななくてこれが政策なんだと思うんですね。うん、であと政策が変わらないというふうに、えー、言ってまし変わってないと言ってますね。と、はい、いうことは今ケビンさんがメアさんが言ったように、うん、ある意味では何か台湾が攻撃されたら、うん、武器を供給するかもしれない、うん、要するに何もしなくてもしないのもオプションだわけですけれども義務がないんで義務がないから別に武器を供給し えー、武器を供給しなくても情報を供給するとかですねいろんなことは全部支援なので、うん、ただ武器を供給するというような含みをかなり濃くした、うんえー、発言に持っていってる、うん、という意味では、えー、より、まあ、政策は変えないけれどもより意図を明確に関与する意図を明確にしているという点は言えると思いますしそれがそれ言ってるのに政策が変わってないっていうことはもうこれが今の これがもう今の政策に含まれているということを言っているんだと思いますね、うん、あの今ウクライナに対して NATO 側がやっているような軍事支援というものについてはもうやるよとただし直接入っていくかどうかというのはまだ曖昧にしているというのはそういうぐらいだと思うますまさにですね、うん、軍事関与というのは、うんえー、武器を供給しなくても極端に言うとですよ、うんえー、例えば情報を供給するとか、うん もしくはその周りで警,警戒警戒をするとかですねそれもまあ軍事的な関与なんで幅はあるわけですけれども、うん、え今回の言い方から、えーまあ、ここでも話になっているような感じで、うん、含みとしてはそんな生ちょろいものではなくて。うんうんうん ウクライナのような武器を供給するかもしれないというニュアンスを出しているということは言えると思います。2010年に尖閣諸島の同じようなことがあった、はい、その,、はい、の,の2010年に諸島地域があったでしょ尖閣諸島で、はい、その時は私日本部長だった時にその時までにもしあの尖閣諸島は安全保障日米安全保障体制の,あの条約の対象になるかと聞かれたらはい。はい と言えと言わなかった米政府ただ、うん、あの条約大5条そのまま読むしかない日本の政権のもとのものが条約の対象になる、うん、しか返事しなかったでも2010年の,あの9月だけその衝突事件の時は、うん、そういう曖昧の返事であれば中国を誤解するじゃないかと考えて、うん、国務省がちょっとプレスガイダンスを。 聞かれたら、はい、尖閣諸島は日米安全保障あの条約の対象になりますよ、うん、とはっきりしましまた毎回確認してますよ日本側はね、はい、まあ今回の日米首脳会談でもそれが出てましたけども、はい、あの最近の動きでいうとまたこの東シナ海の,このガス田ここに新たな構造物を中国側が作っていると。でまあ、今回の件ではその秋田さんその海洋情報を これから衛星を利用して共有するとかですね、まあ、そこら辺もかなり東シナ海、南シナ海に対する牽制もありましたけどもそそこはいかかがですかそうですすうね、うん、やはりその大きな流れとしては今も話があったようにウクライナでああいうことが起きていて、うん、そしてあの戦争は多分数年は続く可能性が高いですよね。そうすると同時にこっちでも アジアの方もケアしなきゃいけないという二正面の中で中国に対してどういうふうに抑止力を働かせていくかということを考えなきゃいけないそういう意味では今までと同じことしかしなかったら勘違いをしてしまうかもしれないのでそういう意味で能力的にも牽制という意味でもこういったような協力を各国とやっていくという努力を意図して発信している面があると思います。 北そうですね北朝鮮は核ミサイル開発を加速させています、はい、今年に入って15回ミサイルを発射さらに核実験についても秒読みとみられていまして岸防衛大臣は今月中にも準備が整う可能性があるとしています、うん、今日発表された共同声明でも朝鮮半島の完全な非核化に向けて連携することで一致しました、うん、皆さんこの北朝鮮の核ミサイル開発というのはどう見てらっしゃいますか これ見て、この挑発的なあの発展が続くと思います、核とミサイルの脅威も強くなる、北朝鮮から、それに対処するために日本にとって一番不可欠なことをできるだけ早く日本じ自分のミサイル防衛能力を向上する、うん、でもそれだけ十分じゃない、そのいわゆる反攻撃能力も早く、うん、あの導入する方がいいと思います。あの早く あの政策今、は多分12月目です日本の安全保障戦略があの変わりますその何らかの言葉はまだ決まってないけどそのアメリカという長距離精密打撃能力そのストライクの必要であるでも、どっちかの問題じゃなくてミサ防衛も反撃能力も必要だ不可欠だと思います。秋田さんはいあの まさに方向はもう反撃能力と,あとミサイル防衛も継続してやっていくという方向性は出ていますが問題はこの今もありましたように北朝鮮の進む速さえミサイル実験15回ですかで多分、もう核実験もやりますよねもう準備をしているのでこれ今回バイデン大統領がアジアに来る間にやるんじゃないかという話もありますが。欲しいからやって そういう北朝鮮の進んでいく速さとが100キロぐらいで進んでるとしたらこっちもやっぱり100キロぐらいで追いつかなければいけないのに今の速度では方向は正しくても、えー、北朝鮮の脅威に対応する速度になっていないということは言えるんじゃないかと思います。 間に合わなの皆さん、改めてその間に合わないリスクが一番大きいということですか今そうですよ私は懸念しているところは、うん、日本の政策としていい方向になっている反撃能力を導入するって発表する時期来る、うんうん、でも、はい、政策決めてから実際そのあの反撃能力を使えるような間に一番危ないところ。 うん今のところその自民党の提言という形では出ていますそれについてはこの防衛費も GDP 比2%以上5年以内に達成するんだとそして敵基地攻撃能力改め反撃能力というものに解消して、まあ、これはあのミサイル基地だけではなくてあの統制機能なども反撃対象にするんだとこういうものが今自民党の提言としては出てますけどもこれが本当に実現していくまでの時間に 北朝鮮がもう先にしてやってしまうんじゃないか、そういうことですよね。そういう心配です。だから、その抽象的な議論により、どうやって一番早く日本が具体的な実用的な。あの防衛能力を向上できるかという本当の話題です。うん、政策が重要ですけど、いい方向。あと G、G. D. P. 2より。 どういうものが必要であるか、どのぐらい予算がかかるか、も計算しないと、でも歓迎します、こういう自,立あの自民党の,あの提案が、ごシンで歓迎されてましょう、現実的です。